はい、こんにちは、達郎です。さあ今日はですね、まあ周りの知り合いとかおきびれのメンバーとか、あと YouTube のコメント、インスタの DM、 いろんなところでね、結構僕同じことを言われるのが、なんか達郎って楽そうだよなって言われる楽そう、楽しそうでじゃないですよ、楽そう、楽しそうも言われるし楽しいんですけど楽そうっていうのが一番言われます。気楽そうって。でね、これね、実際どうなのかって言ったらね、もうその通りなんです僕はもうね、もう気楽に生きてるんですよ気楽に生きてて、じゃあね、なんでこんな気楽に生きてるのか、気楽に生きれているのか、この楽に生きれてる理由と、あとコツみたいなものをね、ちょっとね、僭越ながら、お話しできればなと思います。結構聞かれたりもするんですよ。どうやったらそんなに気楽そうに生きんのみたいな。これちょっとね、コツをね、ちょっと皆さんにね、お話ししようと思います。まずね、僕がね、多分ね、すごく楽そうに見える理由というかね、気楽そうに見える理由っていうのは、何点かあると思っていて、一つはね、アホっぽいっていう。なんかバカっぽいっていうかね。何にも考えてなさそうみたいな。っていうのが一つ結構言われることとしてある。で、もう一つはね、実際に気楽だから多分にじみ出てるものっていうのはあると思います。それがなんか、偽りではないからっていうのはあると思う。これがもう一個ね。で、あと一個はね、服装とかもあると思いますよ。もうね、こんなんつけてね、髪の毛後ろにバンってやって、で、これ服装も T シャツですよ、T シャツ。でも下もこれ半パンです。もう一年中こんなんなんですよ。こういうなんか小さな要素が集まって僕気楽そうに見えてると思うんですけど、で、実際でさっきも言ったとおり気楽に生きてます。で、悩みがないのかって言われたら、ありますし、ストレスがないのかって言われたら、まあもうほとんどないんですけど、たまにそらうって思うことはありますよ。いや、そういうものとどう向き合ってるのかって話なんですけど、まず皆さん悩みみたいなの持った時って、どうされてます？食べるって人もいるね。わーって食べても発散するとか、あと寝るって人もいますね。で、あと遊ぶって人もいます。僕はね、それのどれでもなくて、僕はね、その悩みについて、もう他のことは何もせず、それについてひたすら考える。つまり、もう落とし込もうとする。中に全部入れて、受け入れて落とし込むっていうことをめちゃくちゃやります。そうするとね、解決策って意外と見つかるんです。で、解決策が1日で、多分その1日で見つからなかった場合、もうね、忘れます。次の日に。忘れれます。だって、解決できないんだもん。悩んで解決できることって多分ね、考えまくったらね、早々にね、解決策とかなんかちょっと打開策みたいなのって出ると思ってるんです、僕は。で、実際出てきたし。でもね、一日考えても何も出んと。解決策も、なんか打開策も何も出ん。ってことはね、多分出ん。多分何度考えても出ないんで、僕はもう考えるのやめようと思ってやめてます。もう考えるのやめて、他のことを考えたりしています。だからね、悩みがね、持続しないっていうのはあると思いますね。で、悩みが持続しないから、何かと何かの悩みが重なることとかもないんですよ。一個の悩みが生まれて消えて、生まれて消えてをただただ繰り返してるだけ。っていうのが一つ。あとね、ストレスはね、ありません。これは僕はストレスを作らない環境を自分で作っているからっていうのがあると思います。まず自分の住みたい場所に住むこと。で、自分のしたい服装をすること。言いたいことを言うこと。やりたいことをやること。で、あと、これら全てを疑わないことですね。まずこの最後がすごく大事なんです。これら全てを疑わないこと。疑ってしまうんですよ。言いたいこと言うってなんか空気読めてねえかなとか、なんかやりたいことやってたらなんかそれ甘えてるだけなんじゃないかなとか、思っちゃうんですけど、そんなことはありません。で、服装とかもちょっとちゃんとした方がいいかな。誰も見てないって、俺の服装なんてって。で、僕の言いたいこと言ってるのも誰も別に聞いてないです、真剣に。僕が言いたいだけなんで。っていうのが、ストレスのない原因としてあって、最近もう一個思ったのは、自分の意見を、人に分かってもらおうとしないっていうのあると思います。YouTube でこうやって僕は結構おしゃべり動画出すんですけど、これを人に分かってくれって思ったことって実際一度もないんです。まあ、これ聞いて、へえ、そうなんだって思ってくれるぐらいでいいというか、それぐらい思ってくれたら、まあなんか、
いいなぐらいで、思ってます。自分の主張を人に分かってもらいたいって思うからストレスなんですよ。だって人って分かってくれないもん、こっちの主張ほとんど。でもそれでいいんですよ、いいんだって。別に分かってもらえなくても、分かってほしい人に真剣に伝えればいいけど、万人に分かってほしい人なんかいないでしょね。なのでそういうのでストレスがないから僕は多分 楽に生きてるんだと思います。ほとんどは考え方と、あと考え方とプライドを捨てることっていうのと、こだわりをほとんど持たないことっていうのも大事かなと思います。はい、ということでちょっと小話的になりましたが、僕はすごいね、楽そう気楽そうって言われるんです。嬉しいんですよ、実際気楽だから。あ、分かってくれてると思ってそのね、僕がそうしてるのにはどうやってるかっていうのと理由とかをお話しました。まあなんかちょっと参考になれば嬉しいです。以上です。さよなら。